おはようございます。民宿花岡さんの、周りをこれからちょっと、撮りたいと思います。まずね、こういう花がね、綺麗なんだよな。ほら、ね、花がもう咲き乱れてる、周りがね。そしてこれはなんだ、うん、この野菜はさっぱりわからない。これはなんだ、これはね、え、あ、向こうにあるのはあれは里芋だな。でこれはピーマンか、ピーマンかな。それからこれはわかるね、これはもうナスビがね、まだちっちゃいのがあるけど、ナスビがね、え、ナスビ映ってるかな、ちっちゃい、これかね。でこれは何じゃ、これはなんかなってるけど、なんだかわかんないね。で、あそこ、あれはかぼちゃかな。ね、それからこうね、花が綺麗だしね。でここにね、よく蝶々がいっぱい来るんですよ。蝶々がね、来るようにちゃんと、植えられてあります。それからね、向こうのね、建物もね、いいね。多分かやぶき屋根だったんだろうな、昔はな。はい、それでこちらが、民宿花岡さんでございます。わしらの部屋が、あの1階のね、下の方だな。で向こうの方にも昔かやぶきだったような建物があります。あそこのね、おじいちゃんはね、90歳でね、車を運転するわね、畑仕事はするわね、もうすごい方らしいです。こちらはね、わからないな、誰が住んでるのか。というわけでここぐーっと取り替えると、ここがね、ずっと向こうまで、今日はね、雲がかかってるからね、ちょっとあれだけど、なんかね、向こうにね、五竜岳とかね、いろいろ北アルプスの山々、白馬が晴れていれば見えるそうです。あそこにちょっとこう山がね、見えてるね。 あれは近くの山か。雲がね、すごいよね、雲がね、素晴らしいね。が、ほらほら、ほらね、青空、青空すごいじゃないですか、これね。はい、というわけで、私を、はい、こんな感じです。朝早くて、髪型むじゃむじゃ。はい、成田明。これからね、ここからね、1分ぐらい歩いたところに、もうね、絶景のカメラスポット、ね、があるそうです。で、今からそこ撮りに行きます。もちろんこの動画でも撮りに行きます。歩いて1分だからね、ちょっとね、このままずっと本当に歩いて1分だか、やってみますね。はい、歩いて1分、ちょっと向こう側向けないとね、これ。はい、ここのご主人にね、聞いたんですが、ね、カメラマンがね、もう本当にここにね、まあプロも普通の素人の人も押し寄せてきてね、ほんまですよ、ね。でこう狭い道だけど、向こうのね、あの小屋っていうか、あそこのね、裏側がね、ちょっとした駐車場になっててね、そこに駐車してこの道をずっと歩いていくんだそうです。でね、ここから見るね、この景色ね、この景色もうね、ちょっとずれるとね、景色がね、全くね、様変わりするということをこれからお見せしますね。はい、
こんな風にして歩いていきます。ここの辺りだとね、こういう木があったりしてね、向こうが見えないんですよね。電柱もあるしね。はい、それがね、これ歩いていくとどうなるでしょうか。もうね、本当にね、幅ね、10メーターか5メーターぐらいの間が絶景のね、カメラスポットであります。絶景ですよ、本当に。もうあのカメラ、好きな人ね、ここに来て撮られるといいと思います。ほらこの辺でもね、まだまだでしょ、あの辺にはちょっと、ね、杉があったりしてね、ちょっと隠れてるよね、向こうがね。ところがですよこっからです、はい、だん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 ね、だん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 ほら、だん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 ほら、あの杉がちょっと左の寄っていってね、だんだん良くなってきた。あ、この辺でもね、まあまあかなと思う景色ですが、それでね、ここからね、ちょっとね、このね、ゴミステーション、これをついでに書いとくか、ここに載せとくか、ゴミステーションね。このゴミステーションの横のこのね、あの なんだこれは、あの消防のあれ、なんだっけこれ、忘れたカンカンカンって鳴らすやつね、火の宮蔵だ、火の宮蔵のすぐ横、じゃーん、じゃ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 ーん、じゃ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 ーん、ほら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 、ここ、これがね、もうすごいね、うっとりするね、これ、もう今ね、雲がかかっててね、これでもね、素晴らしい景色だよ。ねえ、あら、成田明、うっとりしすぎて、黙って眺めております。これちょっと望遠でグッとやってみるかな。ね、これでね、望遠をね、ぐーっとね、引いて、うら、うら、はい、はい、はい、こんな感じです。ねえ、はい。ここはね、もうね、もうね、朝ね、今朝ですけど、昼間になると向こうに五竜岳とかね、白馬、ね、連山が見えるし、まあ北アルプスだよね、ね、見えるし、場合によってはここはね、雲海も見えるそうです。雲海の時はね、あの下の景色は見えないけど、ここにね、すごいでしょ、下にね、雲が張り付いてさね、それで雲海の向こうに五竜岳とか、北アルプスの山々が見えてね、もうここのスポットはね、ほんと5メーターぐらいしかないんだよ、間がね。ちょっとこれで引いてみましょうか、ずっとね。ほんとにね、ほら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 ね、この間がね、カメラマンの分撮り合戦が始まるそうです。横に並んでカメラマンがびっちりいたとしても、5人かね、5人ぐらいがやっとここに、彼らが占領できるというね。ちょっと横だとこんなね、小屋があったりしてね。あっちも綺麗だね、あっちもね、ほら、こっちの方はね、ちょっとね、こういうね、ミラーがあったりね、いろいろね、あるけどね、これも綺麗だなね。いやー、朝早く起きて、もう本当にこれはね、でこれね、こっちこうね、さっきたった1分で歩いてきたっていうのは、ここまでね、あそこが民宿花岡でございますね。え、こんな火の宮蔵ね、えこんなのがあるんだよな。あれ、これ登れるのかな。あ、登れるな。あれ、なんだよ。いや、今日は登らないけど、
え、嘘でしょ。いやー、今気づいたよ。この反射日の宮蔵の一番てっぺんがもしかしたら最高のカメラスポットじゃないでしょうかね。今気がついた。え、花岡のご主人もこれ知らなかったのかな。え、だけど怖いからやめとこうね。もうちょっとわしが若かったらね、いたずら心を起こしてスタ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 って登っていってさ、ね、場合によってはあの反射をカンカンカンって鳴らしてさっていうことしないよね。え、素晴らしいスポットです。あ、ほらさっきと全然違う。ほらほら、あっという間にほら雲がほら霧がかかってきた。すごいね、あっという間だね。あ、もうほらもう晴れてきた。少し晴れてきたねえ、素晴らしいよ。ほんとほら、あの辺のね、向こうはね青空があって、上はもう本当に青空、下は、あ、またほらさっきと全然違うじゃん。ほら霧の濃さがねえ。はい。